楽天証券経済研究所の田中大輔です今回は2020年アメリカ大統領選挙の年に向けて相場が一旦落ち着く土俵際にとどまるその場合の後のシナリオと随分先の話になりますけれども 私の考えているところをお話ししたいと思います。2019年8月、マーケットはリスクオフの不安に襲われました。株価が下落して、円高にもなる。まあこういう状況でしたけれども、そもそもこれが何をきっかけに起こったのかと言いますと、トランプアメリカ大統領が 中国に対して関税強化の発表をしたということだったんですね。アメリカの大統領は自分の任期期間中4年間の中で政策配分をすることで知られています。特に第1期目の大統領は4年後の選挙で再選されることを最優先で目指すと。 ということなんですねその結果マーケットにも大統領選挙に合わせたサイクルというものが現れやすいということなんですこの図は歴代のアメリカ大統領その任期1年目2年目3年目次の大統領選挙年に ドル円相場が上がったのか下がったのか騰落率を描いています。統計的にかなり優位なパターン傾向として2年目3年目にドル安が来て4年目から次の人気の初年度にかけてドルが強いということが起こってたんですけれどもどういう背景があるのか。 と言いますと大統領は任期1年目に選挙で公約してきた政策の準備をしますそれが2年目3年目に実現するその中で大統領選挙年に向けて景気と株価を支えるっていうことをやってきたんですドル円相場は 一昔前までアメリカの景気サイクルに1年ほど遅れる、1年半ほど遅れるということが知られてました。ですから、2年目から3年目、4年目と景気、株価を持ち上げていくと、それに遅行する形でドル円が強くなる。こういうことだったんです。また、 長い間アメリカにとって日本は最大の貿易交渉相手国でしたですから日米貿易交渉が非常に厳しい形で進むその中でリスクオフで円高っぽい症状がたびたびマーケットに現れるそのアメリカ大統領が選挙の年になってドル高になると我々 日本との貿易交渉でこれだけのものを勝ち取ったドル高になるのもその成果だ、まあ、こういうことをですね言うことが多かった実はこのパターンはトランプ大統領も同じことをするんだろうというイメージを私は抱いておりましたですから大統領選挙年に向けて2020年に向けて トランプ大統領は一旦中国との交渉をトーンダウンさせて暫定的な合意を演出してこれによって市場心理景況心理をサポートするこういう方向に向かうんだろうということを想定してたんですね。2018年年末にかけてアメリカでは 株価が急落しましまたその時トランプ大統領は中国に対して態度を少し軟化させるそういう方向性を見せましたところが2019年に入ってまた5月と8月に態度を硬化させた何か場当たり的で唐突な感じを受けるかもしれません でもトランプ大統領の行動よくよく観察すると筋が通っています、まあ、そのことを今日確認しながら今後の展開ということを見ていきたいと思いますトランプアメリカ大統領のスタンスその一貫性としてはまず第一に 2016年の大統領選挙戦で公約したことを保守している。とにかく実現させていく。まあ鉄板の支持層といわれる30%、40%の人たちがいますけれども、トランプは約束を守る人だということをアピールし続けているということが言えます。 次にその中でも例えば中国に厳しく当たって交換税をかければそれはアメリカにも跳ね返ってきますそういうアメリカにとっても傷になるかもしれない痛みになるかもしれないそういう政策については支持率が高い時に実行する傾向があります逆にそういう政策によって 株安が起こったり支持率低下が起こりますと今度はそれに対する挽回措置を講じるですから2018年末にかけて株価が急落した時トランプ政権は一旦、中国に対する態度を緩める姿勢を見せましたでは次の5月8月なんで トランプ政権はまた中国への強硬姿勢を見せてそれによって株価をぐらつかせたのか、まあ、この時のリスクオフの影響で実はアメリカ経済も土俵際あるいは土俵をもうほとんど割れてるんじゃないかというところまで追い込まれましたこの図は アメリカ、ヨーロッパ中国日本の製造業の景況感 PMI です通常50%が景気良し悪しの分岐点とされます2019年を通じてヨーロッパ中国日本はすでに50%を割れてましたアメリカは50%以上にあったんですけれども 8月のリスクオフを受けて50%を割り込んでしまった。ですからトランプ大統領自らがアメリカをほとんど土俵を割れるところまで追い込んでしまった。こういう事態になってるわけです。そんなことまでするんだったらリスクオフでドル円相場も 100円方向に向かうんではないか。まあ、こういうことを不安に思うのも当然の展開です。それが9月、10月、トランプ政権は中国との対話姿勢を見せた。まあ、これを交換するようにマーケットは持ち直して、ドル円は105円、110円のレンジの 上の方向にそれから日経平均株価も2万円台を2万2千円2万3千円と持ち直していくこういう展開になっています、まあ、一見してトランプ大統領が相場をうまく回しているように見えるでもなんでこんな土俵割れるところまで アメリカ経済を追い込んだのかと言いますと、これも彼がもし意図しているとすれば、中国に対して厳しく当たってきたのと同じようなことを FRB に対して行っている。こう考えることもできます。どういうことか。それを これまでの天末を振り返り返ながら確認していいいきたいと思まます。まずアメリカ経済どういう段階にあるか私の動画でも何度も引き合いに出してますけれどもアメリカの完全失業率はすでに3%台ほぼ完全雇用の段階まで来てます。 完全雇用ということは、賃金も支払われて、消費はしっかり、景気はしっかり、ということになりますけれども、一方で、これ以上、景気を伸ばす余地というのが限られている。こういう状況でもあるんですね。通常であれば、雇用が逼迫してきて、賃金が上がります。賃金が上がると、インフレ率が上がります。実際に、 インフレ率と賃金を見ますとこの青い線これがアメリカの平均賃金の上昇率ですけれども見てのとおり2018年あたりかなりの勢いでこう上がってくるわけです賃金というのはインフレの代表指標の一つでもあります賃金が上がってくるんだったら消費者物価も上がってくるだろう FRB はそう判断して利上げを急いだただその後分かったのはいやインフレ率上がってこないむしろ2%以下で下がってくるっていう事態も起こってるんですねですから上がると思って利上げをしていったでも実際はインフレ率上がらなかったっていうこういう展開になってるんです次にアメリカの金利と住宅市場 というグラフを用意しましまたこの図は青い線がアメリカの住宅販売協会の景況感指数ですそして赤い線これが長期金利そしてオレンジの線これが政策金利ですアメリカ経済はまだ金利に対する肝応度があって FRB の政策に対して非常に景気、市場が反応して動きます。例えばこの図の中で今横線を入れました5%の水準。2005、年頃ですとアメリカ経済の巡航成長速度に FRB が許容するインフレ率を足した景気の中立水準。 が大体5ぐらいって言われてましたこの5%水準まで利上げをしていって長期金利も上がったところで青いい線住宅が急落していきますリーマンショックを経てその後は大体アメリカの経理中立水準の金利というのは3%レベルが意識されるようになりました。2013年あたり。 バーナンキー FRB 議長、当時の議長ですね、任期終盤に向かっていたときに、次のイエレン議長に引き継ぐために、自分がやってきた大胆な金融緩和を収束させる手に出ました。量的緩和のペースを落とす、テーパリングって言われましたけれども、それを発表して、マーケット大混乱になって、債券売られて長期金利上がったんですね。 この時も住宅も落ちましたし、株式市場も動揺した。ですから、量的緩和は収束させながらも、その後長い間利上げできないっていう状況が続くわけです。そして2018年。先ほど見ていただいたように、完全雇用になっている。そこにトランプ政権が減税も決めた。賃金上がってきた。じゃあ次はインフレだろう。 そう見越して利上げをしていって上げていって長期金利が3%を超えたところで住宅市場が大きく落ち込んでいます金利が3%を超えて住宅が落ちて通常であれば次は大型株が落ちるということで2018年の秋には私は向こう1年2年かけて 景気がが頭打ち、株価が下落、ドル円は100円方向に向かうこういう予想を出したんですここで想定と違ったのは先ほど申し上げたようにアメリカでインフレ率が上がってこなかったということです賃金も上がってインフレ率が2.5も超えて上がってくれば FRB は比較的高いまま金利を維持しますその間に株もも景気も落ちてしまう。 だけれどももう株が下がってインフレを見ると上がってこないしむしろ下がってくるこれを見て FRB はしばらく様子を見るという態度をとりましたそして将来の金融緩和をにじませるそういう発言も関係者から出てきました長期金利はそれを織り込んで先んじてどんどん下がっていった金利が下がれば住宅は持ち直します それから株価も持ち直しますですから2018年は金利が上がることによって土俵間際に行きますよそういう年だったんですけれども2019年は上がると思った金利が予想以上に下がったので土俵半歩内側に戻るこれがメインシナリオだということで、まあ、春先から言ってきたんですね。 ただもう一つ条件があって、その時にトランプ政権が市場の気にしている米中問題。これでいたずらに波風立てないということが必要でした。でも年初の段階ではトランプ大統領は一旦中国との交渉を示唆した。動き出した。 ですから、まあ、そうであればドル円は105円110円のレンジの上の方に行けるんじゃないかこういうことをイメージしたんですけれども5月と8月にそれが裏切られたという展開になったわけです。私はいち早く円高見通しを打ち出したこともあって田中といえば円高田中といえば100円。 まあこういうイメージを持たれている方も多いと思います。2018年その見通しを出して2019年の8月にリスクオフ感が極まった時には私のレポートとか私の動画のビューが一気に増えるということにもなりました。ただその場で申し上げてきたのは 私は円高派のように言われるけれども19年については土俵半歩内側に戻ると想定していたトランプ氏がこの場面で関税強化を言ってマーケットを追い込むアメリカ経済を追い込むこの部分については想定してなかったことで致し返しなんだと、まあ、こういう趣旨のことを申し上げてきましたそのトランプ大統領が 直近になってアメリカ中国との交渉再開を示唆して部分合意暫定合意に向けて動いているということで半年遅れてトランプ大統領が土俵の半歩内側に戻る、まあ、そういう手に出たというふうに理解できます。 しかしなんでアメリカ経済をわざわざ追い込んで PMI が景気分岐点の50%を割り込むようなところまで追い込んだのかと言いますと理由として考えられるのは FRB の利下げを加速させるためです中国に対しても非常に厳しい 関税を発表してそこから情報を引き出すというディールするというこういうアプローチをしてきましたなかなか利下げに動かない FRB に対してトランプ大統領はたびたびツイッターで苦情文句を言ってきましたでも8月のリスクオフそれから PMI の50%割れ こういう事態まで追い込んだことで7月9月10月と FRB の利下げを実現させた景気も終盤に来てますから中国との交渉を始めますよとか部分合意しますよとかこういう口で言って相場をサポートするという力もだんだん陰りが来ます。 限界がありますでも利下げというサポートははるかに強力でこれによって住宅市場が持ち直す株価が持ち直すあとは一旦土俵を割れてもう指先だけ俵に残っているというような状態だった企業の心理が戻ればアメリカ経済はしばらく落ち着くことができる。 こういう流れになるだろうということが想定されます。まあ、本当に自ら肉を切らせて骨を断つというような自らも追い込むような政策に見えますけれども結果としてはその道筋をたどっているように見えるということではあるんですね。でここで相場が持ちこたえて 景気が持ちこ,たえる場合これまで懸念されてたのはアメリカばっかりではなくてヨーロッパも中国も景気が悪いアメリカが中国に対して厳しく当たって中国経済の悪化がもう一段進むと中国に対する欧州からの輸出も影響を受けてヨーロッパ中国の需要が落ちて でアメリカ経済も頭打ちこれが引っ張り込まれたら世界経済すぐにでも悪くなるんじゃないかというところだったんですね。今回1回サポートされて2020年にかけてどういう展開がありうるかといいますとまずアメリカ金利が下がったことそれから米中暫定合意によって心理的にサポートされる ま、一旦50を割り込んだ PMI の製造業がしばらく持ち直す可能性もあります。半導体市教のように在庫調整が終わって、この後ミニサイクルで景気にとってプラスに作用するような分野もあります。そこにうまくつながるんじゃないか。そういう期待があります。ヨーロッパ。ドイツ経済の悪化でもう リセッション景気交代寸前ですこれまでヨーロッパを引っ張っ張てていたドイツが悪化しているこれは非常につらいことなんですけれども一方でドイツまで悪化したことによってヨーロッパは初めて大規模な財政出動する目が出てきていますそれからそもそもドイツ経済なんで悪くなったのかといいますと 自動車の排ガス規制です。これへの対応が遅れている中で、出荷もできない、生産もできない、まあこのこと自体が景気を減速させ始めたんですね。でここの部分について、テクニカルな調整は、およそそこかな、そろそろ落ち着くかなという目が出てきてます。財政出動、自動車の底入れ、そしてアメリカと中国の対話によって、少し心理的にも楽になる。 こういうことがヨーロッパを支えることができるんじゃないか。中国はどうかといいますと、まあ、アメリカにも叩かれて、景気相当圧迫されてますので、景気刺激策を取ってます。おそらく2020年はその効果によって、減速はしてるけれども、支えも続いているというぐらいにはいけるはずです。そして米中暫定合意、これもプラスになる。まあ、その点で、 トランプ大統領が大統領選挙に向けてとにかく景気と株価を支えるっていう行動に出た場合こういった土俵の半歩内側でしばらく昇降していられるこういう状況もシナリオとしてはそれなりの確からしさがありますただ懸念すべきこともここに付随します 特に2021年まで視野に入れた場合ですけれども、とにかくアメリカの景気終盤なんだということがあります。それから、追加的な金融緩和が先に進んだことによって、債務が膨張している。これまで国債の折り回りが低すぎるということで、社債の 利回り、高いものを求める投資家が増えました。企業は社債を発行する。それを投資家が買う。それによって、定格付けの社債の利回りも下がって、この企業、こんな金利で資金調達できるんだっていうような状況が広がってます。景気が一旦ピークアウトして、株価も下がっていくっていうときには、 この債務の負担というものがのしかかってきます。さらに言いますと、アメリカは選挙後は再び中国に対して強硬姿勢に出ると思われます。トランプ大統領でなくても、民主党側の大統領が勝っても、中国に対する姿勢は基本的にもう変わらないはずです。それからヨーロッパですけれども、2020年、 下支えする目はあるんですけれども、おそらく自律的な回復力は乏しいと思われます。すでにマイナス金利も深掘りをする、量的緩和も進めてきた。この中で、ヨーロッパでは債務が増えない、銀行貸し出しが増えない、こういうことがありまして、おそらくこの後、 長期的に見れば人口減も始まりますので、日本化現象、経済の体温が下がって、インフレ率が下がって、そして金利も低いまま、まあ、こういう状況になっていく入り口かなというふうに判断しています。中国、中国は景気対策としてインフラ投資、不動産投資、 を地方政府主導で進めてますけれどもやはりここでも債務が膨張している中国の景気の原則ももとはといえば中国自身がシャドーバンキング銀行融資以外の金融を抑えにかかった、まあ、不健全なものを正していかなければいけないこういうことで進めたんですねところが まそれによって信用収縮で景気が減速し始めたそこにアメリカが圧力をかけてきてさらに減速の度を強めたということで再び信用の膨張を容認していますシャドウバンキングを抑制しているというスタンスは変わらないのでそちらサイドは金融が詰まっているだけれども不効率な不動産インフラ投資は拡大している まあこのことが後々中国経済の弱みとして顕在化してくるリスクというのも気になります。こういう弱点がありましたら、この後アメリカ大統領選挙後の米中交渉、米中摩擦が激化したときには、そういうところを突かれるかもしれない。こういうことが危惧されます。このグラフは、 アメリカの企業債務、もうリーマンショック前のレベルを超えるようなところまで GDP 比で上昇しているそれから中国社会融資総量これもリーマンショック後に中国が世界を支えるというようなことで急激に持ち上げた後、どんどん増えていきました近年これを頭打ちにしてシャドーバンキングを少し抑制しようとしたんですけれどもこれがまた増えかかっていると。 こういうい流れにあります。ですからここから先景気特にアメリカ景気終盤まで来ているものを何とか持ちこたえさせる流れえさせるという展開にはなっているんですけれどもその持続性果たしてどうなのかということとそれから景気が支えられているうちに積み上がってくるこの債務という後々のリスクになる種を 注視していいくということが重要になりますこの図はアメリカの長短期金利差、イールドカーブですけれども、マイナスになる、つまり長期金利の方が短期金利よりも低くなるという状況になりますと、大体いい1年半後には景気後退が起こっている。まあ、そのことを示す図なんですけれども、2019年には、 これがマイナス領域に入りました。金利が非常に低いレベルでのマイナス逆イールドという現象なので必ずしも景気後退につながらないんじゃないかというそういう考え方もあります。だけれどもこの金利のシグナルというのは歴史的にかなり角度の高いシグナルではありましたので 経済持ちこたえるんじゃないかという目も頭の中に残しつつもシグナルとしてはやはり終盤なんだ2021年にかけては景気は減速あるいは失速してるんじゃないかっていうことを踏まえたそういう対応を取るのが基本であろうというふうに考えている次第です本日の話を ままとめますポイントとしては2020年アメリカの大統領選挙年で米経済を中心に土俵の半歩内側にとどまるそういう可能性があるこれによってドル円は105110円レンジを中心に上の方にも行ってる期間がある日経株価は 2万円台、3000円、4000円、そういう高い数字にある場面もあり得る。これに安堵する投資家も多いと思います。ただ一方で私がここで悩ましたと書いているのは、アメリカ経済終盤で決して新しい上昇サイクルに入るというよりは、この終盤が流れているんだという判断があるからです。相対的に高い ドル相対的に高い株価これを腰を入れて買うということもできない、まあ、そういう状況が続いたときに一体何をしたらいいのか誰もが悩むところです短期間で相場が落ちたんだったら買い場待ちですだけれどもそういう土俵の半歩内側のような 一見安堵できるような状況が長引いてしまうどうしても買いたいという場合には一つは短期勝負ですテクニカルも含めて押されたら買って上がったら無理せずリグってしまうもう一つは相場の上げ下げではなくって小利回りのものを物色する最善は安全資産で小利回りのものということになります国債のようなものが利回りが高ければ それを買ってその後景気の悪化とか事態が悪化したときには逆に値上がりする、まあ、金利が下がるというプロセスに入るんですねところが日本の国債はもうほとんど金利がゼロだその場合には社債を買うのかあるいは高配当の株式を買うのかということになりますけれども同時に値下がりのリスクと比較考慮をして決めなきゃいけないということになります。 もう一つは、相場の上下度を決め、気にしない。積み立てで、もうずっと地道に投資をしていれば、まあ下がった時も下がった時で買ってるし、ということで平均的なポジションのコストを鳴らしてしまう。こういうことも考えられます。ただ私は、もともとが、相場の中で数ヶ月、一年、 2年の期間の中でどれだけパフォーマンスを高めるかということを専門にしてまいりましたまあその立場からすると2021年に向けて相場が持ちこたえている間それまで持っていた良いポジションを減らしてリグって駅出し売りをして身軽になってその後の株安 円高の後期を待つとととここれが基本ススタンスだということになります相場が土俵の半歩内側にとどまるというのは一見安堵できるけれども投資家としては非常に悩ましいそういう局面になる可能性が2020年にかけて起こりうるというのが 私の現在の想定です。ご清聴ありがとうございました。